ぬまらった性をよく洗います。きれいになるまでお水を何度も取り替えてよく洗ってください。1リットルのお水にお塩大さじ2杯、今回は 1.5 リットルのお水なのでお塩大さじ3杯入れます。そこに生落花生を入れます。これじゃ。かぶるくらいのお水がいいので少しお水を足します。お水がかぶるくらいの量に調整してください。落とし蓋をして蓋をします。沸騰したら弱火にして30分茹でます。30分したらお味見をしてください。硬いようでしたらもう少し茹でてください。塩加減がまだ薄いようでしたらこのまま10分から15分置いておくとお塩の味がついていきます。茹で上がった落花生はザルにあけて水分を切って粗熱が取れたら保存袋に入れて冷凍してください。好きな時に好きなだけチンして温めて食べることができます。ゆでピーナッツをおつまみに小江戸ビールのキャラをいただきます。今日もお疲れ様でした。乾杯。最近、私の部屋で一目惚れして買ったグラスです。形もコロッとしていて可愛くて、中には綺麗なピンクのお花が描いてあります。ゆらゆら揺れる可愛いグラスです。とっても気に入っています。サロンド M です。いつもご覧いただきありがとうございます。また遊びに来てくださいね。